はい、どうぞ。お願いします。柑橘系のドリンクで、はい、かつ、金柑をまるっと入れたら面白いんじゃないかというアイデアいただきまして、3種類、柑橘系の、はい、ベース、レモン、グレープフルーツ、ポンカン、はいはい、柑橘3種類に金柑を入れて、はい、金柑やっぱ皮があるんで、そんなに金柑のこの風味がですね、ドリンクに出ないので、はい、金柑をちょっとすったやつも合わせてトッピングして、はい、ちょっとお選びいただきたいなと思って、はい、3つご用意してます、はい、で、大きいストローをで、はい、まあ、潰しながら、ただちょっと結構皮あるので、はい、あんまり潰してる間に炭酸抜けちゃうのもやなと思いますけど、でも潰さないとね、あ、でも潰れやすいです。大きいストローだったら結構そうですね、はい、いただきます。はい、まあ、レモンね、金柑分かりづらいな。そうですよね。うん、これはいい強さ。よいしょ。うん。で、入れてみていいですか。はい、はい、もしよかったら入れてみてもらって。味が変わらない、だいぶ変わるかなと思うんですけど、うん、美味しい。え、これ潰しただけですか。これ、そうですね。なんか砂糖とか入れてるとかないな。入れてないですね。もともとあの蜜煮みたいになってるやつ、うん、あ、そうですね。あ、そういうのですね。はい、うん、うわー、これターゲットの年齢層によりますね、これ。そうですよね。結構ポンカンは結構甘めというか、はい、味もしっかりしてて、でグレープフルーツと、まあ、レモンは比較的さっぱり、そうですね、はい、してて、球場内でレモンサワーとかグレープフルーツサワーって売ってるんですよね。レモンサワーは、はい、広島レモンサワーって形でありますよね。はい、あります。そしたらレモンはわざわざ金柑入れてまでやんなくていいから、ポンカンサワーっす。ポンカンっすね。金柑とポンカンがいいんじゃないですか。金柑ポンカンで、はい、はい、ありがとうございます。甘さとかどうですか。ちょうどいい。いや、結構甘めだなと思いました。本当ですか。じゃあもうちょっと甘さ控えめでも、リキュールを減らしても全然大丈夫そうっす。はい、はい、ですか。それぐらい金柑とか、はい、金柑の味がしてるんで、はい、これで完成としたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。いいです、ありがとうございます。ありがとうございます。サワーとスカッシュという、はいはい、アルコールとソフトドリンクの2展開で決定させていただきたいと思います。金柑でしょ、はい、でポンカンでしょ、はい、だカンカンカン、はい、まあ柑橘のキャンカンですけど、はい、打つ方にもカンっていうのがかかってれば、はい、ね、はい、いいんじゃないですか。わかりました。じゃあカンはカタカナで、そうですね、はい、カンカン行こうぜ、カンカン行こうぜ、はい、金柑サワーで、金柑のサワー、はい、いいんじゃないですか。ありがとうございます、はい、頂戴します。秋山翔吾選手のプロデュースメニュー、カンカン行こうぜ金柑サワーと、カンカン行こうぜ金柑ソーダ。日南市の特産品金柑を広島のファンに知ってもらいたいという秋山選手の優しさを感じるドリンクです。今キャンプでお世話になってる日南の名産っていうところがあったので、お世話になってる地域のものが広島で知ってもらう機会になればいいなっていうところがあったのと、まあ、単純にあとは皮ごと食べられるっていうあの手軽さも、まあ、このサワーから知っていただいてもいいかなと思ったんで、地域を知ってもらう、僕たちに関係するものとか自分自身もそうですけど、方がなんとなくこういろんな人とのつながりを感じれるかっていうのがあったので、割と甘めに仕上がってると思います。でその中にこう果肉もたくさん入れていただいてるんで、食感だったりとか炭酸と一緒に味わってもらえたらいいかなと思うんですけど、野手陣がね、特にカン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 打てるように、その勢いに乗って皆さんもカン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 飲んでいただけるように、
はい、頑張っていきたいと思います。ぜひ球場で、試してみてほしいなと思います。カンカン行こうぜ金柑サワーは3月24日からマツダスタジアム飲食売店スイープで、カンカン行こうぜ金柑ソーダはビクトリーカープで販売開始です。